やるぞー今日も。もう究極に疲れ果てているが、バンダルハーツは俺の癒し。男どものうごめく戦場が癒しで。待たれよ、聖の鍵ではないか。証に他ならぬ。行くぜよこの試練。究極に疲れてる状態で俺は、でやー俺の体で人体実験をしよう。そんな中で頭を使うことによって俺の体にどんな影響が及ぶのかっていう、ちょっと今日そういうテーマでいこうか。何ここ、何これ、ちょっと待って、マジで言ってんの。ちょっと待って、俺ちょっと軽くやろうと思ったけど、そういうテンションじゃねえぞこれ。ガチじゃんこれ。殺しに来てるぞ。何体いんの、やばいねこれ。尋常じゃない。このお宝何、これ取ればいいってこと。あ、これやばくね。ハイキングだよ、山登りだ。校長先生引き連れて今日は皆さん一緒になんか山を登りに行きましょうみたいな、そういうあれだよね。マジかー、これどうしようかな。固まっていく、まあ、いっかこうやっていこう。まあどっちにしてももう変わんねえともいいかな。どっちにしろ合流するからね。まあサクッといける。あれでいこう。アッシュは、おう。まあ、こっちでいいだろう。あ、ラドウくんが。不登校のラドウが仲間だったけど。君の実力もちょっと見せてもらおうか。レベル9。すげえな。え、これ時間かかりそう、これ。20分ぐらいでさ。ちょ、20分ぐらいできないかなと思ったけどさ。ちょ、これあれだよね。結構ガチな感じだよね。ガンガン来るな。ガンガン来る人もそんなにまだあれだけどね。まあ、この飛んでるやつは弓兵で倒して、レインと、あれか、ホセで倒してってみたいな感じか。これどうすればいいんだろうね。一体一体、ま、確実に倒していった方がいいか。まあ、手堅く行く感じなのかな。ドゥル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 。ストーンゴーレムってあの前のあれだよね。なんか遺跡で出会ったやつと一緒かな。パイレツってまだ会ったことないもんな。ってこれ待ってればさ、逆にさ、これ待ってれば来んじゃないの。そういう問題でもない。そういう問題でもねえか。まあそうだよね。だから宝取んなきゃいけないし、敵を倒してしまったらもうあれでしょ、だって。宝取れなくなっちゃうもんな。補正。うるわしの補正。校長先生。ホルクス校長。裏番長キース。なんなんだってこいつらは。アッシュと愉快な仲間たち。レインはちょっといまいちよくわかんねえな。なんか スパイな感じもするけどね。なんかあの変な 黒幕っつうか変ななんかさ、ちょっとあのやばい敵のなんかやばい人がなんか資格を送ったみたいな、資格だからなんかそういうタグのこと言ったよな。なんかだからもしかしたらそれがレインの可能性をまだ捨てきれないというか、まあ、ちょうどいいタイミングで来たからね、仲間になったから、まあ、まさかのホルクスっていう可能性もあるけどな。この壁何ここ、これちょっとこれ終わらせたいと、ちゃんとこのゲームオーバーとかなりたくないからね。しかもこれ地形をうまく利用していかないと結構きついな。やっとここまで来た。これ一回セーブした方がいいな。これ一回あのセーブして、ここに今合流したあたりで一回もセーブした方がいいわ。またこれをちょっと繰り返すわけにいかないからな。ドゥルドゥ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 、渋滞が発生しておる。山登り。高校同士のなんかあれだな、なんか、不良の構想みたいな、なんかそういう感じがするの、俺の気のせいか。特攻隊長。飛行、こういう飛行の選手はまだ、てか仲間なんのかね、そのうち。あれいいよな、なんか機動力すごいなんかあるから、あれで翻弄できるよね。でも使い方間違えるとすごいなんか、敵の集中砲火受けそうだから結構危ないよな。で結構あの、ホセでさ、前のなんか2面ぐらいでさ、弓兵でなんかバンバン回ってなんか一気に倒しちゃったから結構危ないんだよね。どうなんだろう、弓兵に相当弱い気がするから、なんかそこら辺ちょっと気をつけていかないと、やばいかもしれん。ドゥ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 、ラド。お前の実力は楽しみでしょうがない。
この試練何なんだよ、ここは一体。何試練だ。俺はどこまで行こうとしてるんだ。まだバトルすらしてないからね。多分5分ぐらい経ったらじゃん。5分ぐらい経ってまだ一向にまだバトル発生する、あれじゃないからな。頂上どっちが取るかみたいなんだ。そのこれ宝を取られるとかそういう、そらないよね。そらないかさすがに。やつら頂上を極めたようだ。あ、でも逆にこいつらも弓兵でガンガンできるでしょ。ガンガン削っていけるよね。あ、でもレベル9と80か。結構やっぱ体力あるな。まあ弓兵でガンガン体力を削っていけば、まあそれでまあこいつらも倒せるだろうし。で、パイレスとかはまあ適当にちまちまやっていけば勝てるだろう。で、まあ、そうね。どっちから行こうかな。まあ、こっちで行くか、じゃあ。まあ、今度は全員一緒に行ってもいいかもしれんな。敵の出方を見るべきかもしれないけど。ここでばらけ、逆にばらけない方がいいんじゃないかな。一箇所にまとまった方がいい気がする。で、そこで一気にガツッとやるべきだと思うんだよな、俺は。そういう戦略で行こう。あいつら、もうどうなってんの？何が行ってるのか全然わからん。裏舞台でなんか暗躍をしているなんか奴らがいっぱいいるけど。なんなんだこいつら一体。だぶ近づいてきたじゃん。これ待機でもいいんじゃないかな。これ返り討ちにした方がいいんじゃないか。で、これさ、どんどん左に固めてさ、で、あいつらの移動力を見て、次のターンで。一回でもこれでセーブした方がいいな。これってなんかセーブできるっぽいもんね。そのバトルとか、そうなんかその途中で。お、なんか背景がすげえ。宇宙の法則が乱れておる。かっこよすぎる。やっぱ試練だからな。で、これセーブすればいいんでしょ。で、これを使うことによって、いつでもこっから再開できるっていう、そういうことだよね。きっとね。よし、OK。で、こいつらの移動力は、あ、来るね。来るな。こっから撃てない。無理だね。で、どこまで来る？こうでしょ？ってことは、ちょっと一回、一個下がるか。ここら辺にしとこう。で、まあ、こう来るから、こう、まあ、こうちょっと固めておこう。補正。ちょっと待って、こっち来る。まあ大丈夫だろ。で、まあこう弓兵で待機をする。どうすっかな。魔法もじゃあ使えるんでしょうか。いやー、魔法届くかな。まあこいつら相性悪いからね。このキース・アッシュ、まあこの3人相性悪いからな。ちょっと微妙だね。じゃあそれだったら、まあこうイキーのホルクス先生行きの。だもんで、ね、こういったのは右から来たらちょっと厄介な。それ困るんだよな。これは待機でいいんじゃないか。よし。まあこれちょっと出方を伺おう。宝取れっかな、これ。あれ、ミスったわ。なんでなんだ、よくわかんないね。うっそ、やばい。え、これやばくね、結構。うちょっと待って、全然ダメージ与えてない。え、あれ、経験値は、あ、これやばくね、後ろ、やばい。うわ、あ、これやばいかもしれん。うわ、マジでこれ、やばいな。マジか。ちょっとこれは結構、え、ちょっとこれやばくね、てかこれ、強くない？なんでこの強いの？これ強すぎじゃね？で、こうキース来るよな。あ、うっそ。マジか。これやばいな。これはちょっと予想外かもしれん。ちょっとラド、お前ちょっとこっち。地形のあれか？地形の関係あるかな？あー、これまずいな。ホルクスを下げよう。で、これヒーリング取るかな。ミスティックシールド、防御力アップは、これもちょっと使いてえな。一回でも回復だろう。一
人倒すだけでもとりあえずもう集中的にやろう。あれ回復するとあれか、魔法使うとあれなのか。ここはちょっと集中砲火でいくしかない。でこれでしょ。あでデイリナのスペルバインド麻痺させる。あこれいいんじゃん。まあでもダークマターだろ、確実に行く。囲まれたおしまいだからな。まず こちら側のやつをどうにかしなきゃ。一人でも倒すだけでもだいぶ違うと思う。あ全然いけんじゃん。なるほど、なんで経験値がないんだ。なんか試練だから経験値ないのかな。でまあ来ると思うからちょっと一旦まあこれに移動しとくわ。まあこれだったら大丈夫だろ。もう来ないでしょさすがに。あ来るわ、普通に来るわ普通に来るわ。まあだったらじゃあラド、お前うしアッシュの背中を守ってくれ。このいいね、このなんかお前の背中を預けたみたいな、ね、ちょっと熱い感じので、まあやるしかないよね。あこっちはいけるな、こっちは弱いのか。このボチミ毛量があれだな、結構強いな。あこれだったらまあとどめさせたかもしんないね。ちょっと待って、これでさアイスストームいかんか。あったらまあこれ耐えきりいいや。まあこれどう来るかだよな、まあ、おそらく勝てると思うんだけどね。長期戦、初の長期戦、しかも気軽にできないっていうのが。あこれやばい、これラド死んだかもしれない。あ意外といけるな。何これみたいな、すげえ声がやべえ。ちょっと強烈なものを感じる。あれこいつは弱い。あれ全然いけんじゃん。あじゃあこいつの火の玉こそがやばいのか。あまあいけるだろ。さあラドのこの恐ろしい雄たけびを聞くがいい。うえなんだよこれどういう戦いだよこれ。ちょっと今日はかなり強烈なやつが仲間だったな。これはいいのか。でまあこれだったらもう俺楽勝でしょ、まあ、これはまる余裕で倒せるだろうし、まあ、補正でいいんじゃないかな。じゃああーでもこっちか先に。あでもいっか。じゃあリーンでまずこいつを潰す。うっそ、それは予定になかったよ。かなりひどいよ。まずいな。おめっちゃビラがあるじゃん。あれレベル10いったもしかして。あと1か。あダメだ、全然足んなかった。だこれだったら、まあ、エリナでこいつをやろう。どんぐらい食らう？あれなんかゴーストタイプに強いってこと？意外となんか俺もっとそんなダメージ食らわないと思ったけど、意外なあれだったな。俺それあれでダメージ削ってさラドでとどめさそうかなっていう三段つけたんだけど、あもういけるな、全然いけるじゃん。よしそれからいっか。ふい、うわ強すぎる。この男ただものじゃない、尋常じゃない。濃いなバンダルハーツ、メンツがめちゃくちゃ濃いなこれ。一回セーブするかここで。またこれ長期戦になりそうだもんね。まあセーブをして悪いってことはないと思う。でも今のところまあやり方としてはまあ85点ぐらいじゃないかな俺の中で。この流れというか全体的な成績は、まあ、割といい感じなんじゃないか。でここで、まあ、まあまだいっか。いいや、やっちゃえ。これやり直しめんどくせえからな。あのこれいいよね、すごく便利だねこれはね、すごい助かる個人的に。リーンのなんか移動速度半端ねえな。やっぱ移動って大事だな、こうやってなんかいっぱい移動できるってなんか。だからホルクスあんま移動できないもんね、こうやってなんかね。ホルクスこっちでいっか。
校長先生。じゃあまたこっちから行くわ。戦士が戦士系がこっちに固まってるのちょっとどうかと思うけどな。ホールクスが出遅れている。待ってくれさ。うっそは、何これ。それはひどくないですか。ちょっとそれは ひどくない。かなり卑怯じゃないそれ。これやばいよ。射程が尋常じゃねえ。つか弓強えな。弓強いね。あ、じゃあクラスチェンジしたらこのぐらい何飛ばせるようになるってこと。こんだけすごいのがいっぱい飛ばせるようになるのかね。何これ、チートじゃねえかよ。待って、もこれやばいな。ハーブ持ったっけ。あー、くっそ、ホルクス。ちょ、一回、あ、間違えたな。これ、厄介だな、これ。まあ、使うしかないんじゃん。どっちにしても行くしかないからね、これはね。多少のちょっとダメージは覚悟の上でいかないと、ダメだろ。で、まあ、エリナもちょっとまあ、で、ホースどうしようかな。一回も、でもやられちゃう可能性高いからね。一回こす。これまで下げとけば。で、ホースをちょっとこうやっておく。で、ちょっとホルクスはちょっと方向転換をする。こういうなんか、なんつうの。迅速な対応できるというホルクスがたまらんな。20。どうにかしねえとな。あ、でも超面白い。バンダラーズマジで面白いな、俺なんかね。俺はこういうのを求めたのかもしんない。こういうなんかもう、男男しいものを求めたのかも。男男しいってか、なんか、男男しいのと、この魔界と、魔界四天王みたいな、なんかもう、これは、本当に四天王か、これ。4人いるぞ。あ、だから俺、足やばくねこれ。エリナはまだいけるでしょ。ノーラクラかな。19、まあ、地味に食らうな、これ。でも、集中砲火、これ死人、うわ、やばい。これちょっと山登りきるまでにちょっと誰か死ぬかもしれんな。ちょっとあれどうにかしねえと。あそこ渋滞してるから、だから一気に、だからもうあの弓倒すしかねえよ、もう一気にガーって。そこら辺もキースと、ちょっと変態ラードにちょっと任せるか。お、宝。よーし、あげろ。下からなわけ。ふぅ、何これ。ノバプリズム。よくわかんないの出てきたな。よーし。で、アッシュはまだまあ、ここかな。いや、アッシュやられちゃまずいからな。まあ、まあ、いけるでしょ。で、補正、あ、いけんじゃね？あ、届くじゃん。届くけど、こっちも食らうんだよね。でも、エリナも回復させたいから、ちょっとここは。あ、じゃあ、あえてここで待機でもいいんじゃないの？むしろ。あー、どうしよっかな。こっち行って援護する？いや、ちょっとまだ様子見ていいだろ。で、こう、こう。で、こう。ヒーリング。だ逆に、あ、エリナの魔法で撃てばいいんじゃん。あ、そういう手があったか。なるほど。多分届くよね。うん、ちまで。頭がおかしくなってきた。あ、逆に、あ、ここだったらさ、当たんないんじゃん。むしろ。真下だから。まずいかな。やばいかな。やばいと思う。まあいいや、やっちゃえ。ちょっとこれは、ちょっと、ある意味賭けみたいなもんだけど。あんま食らわないね。微妙だったな。ちょっとある意味ちょっと賭けに近いけど。これどうなるかな。あ、そっち行った。あ、でも分散してくれて助かる。逆にちょっと分散してくれないと結構きつい。あの、分散しても回復するのそらそらでめんどくせえからな。こいつらいきなりやって。あ、やばい。あ、こそやばい。あ、やばい、死ぬかもしんない。あ、でもいけるか、大丈夫だ。あそこの場所だったら、あ、いけるか、いける。まだ大丈夫。うぜえ。おめえら好き勝手やりやがって。
めちゃくちゃやってくれるじゃないか。どういうことだよこれ。どういうことだよ。渋滞している。まあこれはもうてっぺんで待機してもいいかもしんねえな。でなんだっけ、ゴーレムがなアーマー系が魔法に弱いんでしょ。ってことはどうなってる。あ、ここに来てるよね。でこっちにも一人いるけど、だそこにエリアを配置した方がいいんだろうねきっとな。だ目標はあそこまで行くことだな。まあ、こいつは無視でもいいかもしんねえな。まあちょっともう頑張ればいけんだけど、待って、まあちょリンはちょっとお前自分回復してくれ。もうここで使おう。まあいけるだろう。でホルクスはここに行きのヒーリング。まあこれどうにかなんだろう。一人倒しとくかも。こう、ちょっと待って、何回使える、あと魔法ダークマター、あとまあ5回使えるってことか。5回か。5回ってどうなんだろうね。ちょっと際どいよな。ちょっと使い、でも一人ぐらいはいいかもしれないね。一人減らしとくか。じゃあ残りのやつは任せる。で、こうするでしょ。17、まあいけるだろう。ホセ、お前の頼むぞ、決めてくれ。オッケー。まあこれでいいね。これでかなり良くなった。で、まあ上がっとくか。よし、てっぺんを取った。ラード、お前の勝ちだ。お前がこの山を制圧したぞ。お前は最初の一人。すげえ。こっちまさか相手もあるとかな、さらないよね、さすがにね。そんな鬼畜仕様だったら発狂すると思う。完全に発狂すっか。2番目の圧勝。この2人肩を並べて黄昏れている。よーし、やべ、セーブすればよかった。ちょセーブしよう。次のターンセーブする俺は。ホルクス、おお、止めた。すげえ、さすが。貴様調子に乗ってんのも今のうちだからな。覚悟しとけ。あ、でもこれも倒せんじゃん。あ、これも倒せるぞ。やっちゃおうぜ。もうに乗るのも今のうちだぞ。今日本語あったのがちょっとわかんないけど。やばい、こっちからも来てんじゃん。ストーンゴーレムね、あれ強くなってんのかな。3面だっけ。あのなんか遺跡の時どんぐらいのあれだったっけ、ちょっと覚えてねえんだよな。でこの山制覇したけど、俺はこれ1回セーブをする。何回セーブしてんだよな。初めてだよこんな。なんか、まあ、ちょっと軽快にちょっとやり直したくないっていう、多分その気持ちが強いのかもしれないね、これは。で、まあ、ホセだったらいけるでしょ。ホセだったら、まあ、ここでちょっと決めてほしいの、俺は。よし。オッケー。まあ、これで厄介なのは減った一人。で、エリナもこのままいっちゃう。ちょっと待って。38か。まあ、ここも消せるけど、まあ、倒せるけどね。いや、でもちょっともったいない。若干もったいない。ちょっと取っときたい。エリナの、ちょっと、それは取っといた方がいい気がする。いざという時のために。で、ホルクスはもう、やべえ、やばい。行動、持ち物、キュアポーション、ヒーリングは使えねえ。ちょっと待って、33か。2回、あー、やばいかもしれん。やばいぞ。あ、これやばいかも。だっ、うわ、ミスったなこれ。あれ、ハーブ、あ、そっか、ダメだ。これどうにかならんかな。まずったな。次のターン、ホセ殺されるかもしれん。ちょ、その恐怖を俺は今、味わっている。ストーンゴーレムか。ん？ストーンゴーレム？ダークゴーレムじゃん。あれ？ダークゴーレムってやばくね？何、ダークゴーレムって。ちょっとここでさ、こっち側に来
来てくんないかなっていう、ちょっと俺の望み。まあこれで分散してくれれば。フェアリーライトってさあ、ダメか、自分にしかダメなんだ。ちょっとここで使っとくか。じゃあ、使った方がいいな。これから来る激戦の前哨戦よ、前触れよ。おし、オッケーオッケーオッケー。もうこれでもたぶん大丈夫。あーよし、オッケーオッケーオッケー。分散した、オッケーオッケー。助かった。おー、よく止めた。ナイスね、素晴らしい。でパイレーツだろ、ゴーレム。あ、ゴーレムちょっとやっとくか。じゃあここの、ここでもうエレナのあれでも削った方がいいな、できるんだったら。あ、でもエレナなんかさ持ってなかったっけ。ちょっと使いたいんだけどさ。ちょっと待ってね、エレナさんさ持ち物でさ、マジックオイル、あ、4ポイント。うわ、これ際どいあれだな、選択だな。すっごい際どい。こいつも倒したい。これはちょっと厄介だね。でこれ来るでしょ。ちょっとあい、いえ、耐えられるかな。ちょっとラードおまわ下がっている。でキースでダッシュ、もうちょっとあれだな、マッシュやられたらおしまいだからね。こいつがどこまでいける、こっか。悩むな、これは。フォルクスがやられたらおしまいだからな。じゃあしょうがない。あなたにこれをあげるわ。わしに力みなぎってくるぞ。うお、4、30、お、すげえ、やった。でここでヒーリング、いやこれミスったかな。俺これだったらエリナにあげてもよかったかもしんないね。1回しか使えないじゃん。まあしょうがない、いざとなったら殴り要因だな。でこっち行きの、こっち行きの、ダメだな。まあいいや。ちょっと下がっとくか。地形的にどうなんだろうね。下の方がダメージ食らいやすいとかあんのかな。よし、まあ敵の出方を見よう。来るね、攻めてきますね。まあ2人だけってのが救いだな、まだ。あの、ここだったら、まあ、あ、ここだったらいけんじゃね。打ち合いができる。おー、いけるいける。あいつらもそろそろ鬱陶しいからな。滅ぼしてやるか。え、ここで。あ、そっち行った？ラード行ったか。あ、強いな。結構強い。うわー、怒りの一撃。あんまり食らわない。あ、ばい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 。やばい。いや、ん？ちょっと待って、大丈夫か、これ。は？マジで？あ、これやばい。え、こいつやばいぞ。あ、やばい。やばいやばいやばい。え、これやばいって。うっそ。あ、これやばいやばい。これマジでやばいぞ。これどうにかしないと。あ、これまずい。これやばい。これやばい。これやばいぞ。ちょっと待て。ちょ、エレナ救援、ちょ、頼む。これでどのぐらいダメージが通るかっていう、ちょっと、あ、これやばいな。ちょっと一気に、おお、一撃。あ、やったやったやった。アイスなんちゃらかんちゃらってあったよな。俺それも使いてんだよね。でもこれ来るよな、来るもんね。ちょ、それがまずい。
フォルクスやられるな。まあこの時のためのあれかもしれん。お前は存在していたのかもしれんな。いやと言いつつも、いやー何この際どい状況。でも下げるしかないか。下げるしかねえよな。アイスストーム、まあいいや。アッシュがやられたら意味ねえからな。いきなりなんかちょっと緊張感が増してきたぞ。容赦ねえ、マジで容赦ねえ。でこう来るじゃん。ドリーンとかやられたらまずいから。でもなあ、こいつも倒してやけどな。だったらもうしょうがないよね。フォルクスはでもあんたやることないでしょ。だってやることないよね。もうしょうがない。もうここはもうやろう、攻めよう。もうガチでもうやるしかない。で、ホセはで、こいつが厄介なんだよな。で、エリナはできるでしょ。で、ホセもここら辺でさ、できないかな、打てないかな。無理か。これさ、届く？できれば。あー、くっそ。デラドーは持ち物、まあ、ハーブだろ。お前そこでちょっと粘ってくれ。そうで頑張って粘ってほしい。でもこれでまあやるしかない。うまくいってくれよ。どんだけリンと戦わせてんねん一体。どんだけ戦いでんねん。あーもうこれが本当やだ、本当にやだ。ガードされるのやだね。すげえもったいない。まだいける。よし、これで、まあこれでもホルクスはやばいな。まあしょうがない。まあこれはしょうがない。でここで相手を止めなければならん。キースやられたの痛えな。これかなりきついぞ。これだって突破してもきついからね、ここ。あ、そっか、回復。あ、やばい。え、やばい。これ来るよ。まずいな。これ勝てるかな。もうそもそも勝てるかどうかもちょっと怪しくなってきたぞ、これ。すげえ怪しくなってきた。やばいかもしれん。62でしょ。あ、でも、あ、壁になれる。これさ、あーこのやだ。俺ちょっとここアッシュなんでここにいるんだ。すげえ際どいなこれ。どうしよう。あっちに分散、こっちにちょっと分散してほしいから、ちょっとこれもこうするしかない。あーくそ。ちょっと頼むぜ。俺こっちにちょっとこっちに来てくれることになってるから分散して。もうマジで？マジでこれやばくね？やばいよかなり。相当やばくなってきたな。あー運が立ち込めてきた。あ、だ、あ、そっか、こうすればいいんだ。頼む。よし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 。ちょっとこれやばいけど、まあ、これ賭けだけど、俺も賭けに出るわ。頼む。よーし、オッケー。まあ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 。で、まあ。よし、これでこいつ、これ、ほら、守った。こっちは守った。で、もう、ラドがやばい。が、非常にやばい。敵もやばい。これいけるかな。俺やばくね。まあしょうがない。クソラドー頑張ったの。お前もこれ、この戦いきついな。きつ、マジできつい。
半端ねえ。まだこんだけ残ってんだよ。だってこれどうする、この戦いよ。もう普通に来るもんね。あと2回ダークマター。まあでも削れてくれれば。よし、こいつは、あでも、あ大丈夫だ。こっち行って、でまずあハーブあんじゃん、まだハーブがある。よし、でこいつを倒す。オッケー、アッシャー取り手だからな。まだハーブもあるしな。一発食らったらハーブ使おう。いや誰に使うのかっても結構重要なんじゃないかな。でもアッシュだろ、アッシュしかないよね。だからギリギリまで粘って、うん、それでいこう。もうあいつ、こいつをどうにかしたいけどな。こいつどうにかしたいけど、もう最後、もう最後に、まあいけるでしょ。もう砦だ、アッシュが。アッシュを砦にして来んなよ。まあ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 大丈夫だろ。そこまで来んの、来すぎじゃね。うわー、ホセやばい、奇跡が展開されている。究極の戦い、これやべえぞこれ。俺今手汗半端ないからね今俺。手汗がマジ尋常じゃない、凄まじいことになってる。何この戦い、これ本来こんな戦いするもんなの。絶対違うだろう。で、こうでしょ、で、ダークバターを使いの。マジ手汗半端ねえから今。よし。どうする？あ、でもレーンでいけるか。もうやるしかないよね。倒して。いける。お前たちのサポートがあるから。俺はいけた。よっしゃー。よし。よし。いいぞ。で、ここ行って、そうだ、これでホセが。で、ここで持ち物の、あれ使える？あ、まだ使えんじゃん。よし。よし。完璧よ。完璧だ、これ。完璧すぎる。なんだ、この戦いは。レベル上がった。何この戦い、何この緊張感。1ってやべえよ。でこれで削っておくと。あっぶな、あっぶな、これ。まあこれほぼ勝ったでしょ。まあこいつのちょっと動きに注目だけどね。怖っ、怖えなんてもんじゃねえ。でもこいつをまず倒そう。ああ、もうそうきたか。まあしょうがない。まあもう重点的に倒す。もう容赦なしに倒す。すげえ戦いだな。こんなことがあり得るのか。よーし。まあ食らう可能性あるから、まあ殴らないでいいやもうここは。エリナはまあここでいいや。まああともやることねえだろうしな。よし、よろしく。あーこれホセやばい。ああやっちまった、やっちまったぜこれ。まあしょうがない、まあいけるだろ。ホセなんか結構やられる確率高いよね。でもすっごい活躍した、本当にめっちゃ頑張った、本気で頑張ったと思う。よーし、待たせたな。ずいぶん時間がかかっちまったぜ。ここまで時間がかかるとはな。だが貴様の命運もここで終了だ。すべて終わりよ。
地獄の階段を登るぞ。貴様をほふる時が来た。覚悟はいいか。まあいいだろこれで。エリナはまあまあここでいいや。よろしく。よし、これ全て終わりにする。痛いけな少女をそんなことするとはなかなかいい度胸してるぜ。あーきつかったこれ、すっげえきつかった。バイバーイ。うわー、やっべえやばいなこれ、なんだこれ。え、全然金がない。え、全然金ないぞ。これは凄まじい戦いだったな。あっぱれ、見事死を乗り越えられたか。プリズムの一つではないか。悟りの道に使われたようじゃな。よし、承認されよ。精進、今かなり俺鍛えられたと思うけどね。相当鍛えられたと思うよ。そうだな、まあ次回までに、じゃあまあちょっと全員分もちょっとまたハーブとか買っとくわ、じゃあ。で、まあ持ち物整理して、みたいな感じでいくか、じゃあ。戦争チェーン、うっせぇ。